はいどうも、白コリです。コンコリー。イムメイト続きを遊んでいきます。配信の続きは動画で遊んでいこうと思います。第1章、生活は商売に過ぎない。遠隔姉さんから再来の職について調べてほしいと言われていて、再来の職の取引を行っているのが錬成財閥であることが分かった。錬成財閥の代表である金万願という人物がいて、その人を追っている感じですね。今の目標はバー眠り姫に行ってバーテンダーを探す。正気は巣窟から胡蝶という女性を救出した。彼女は義賊をやっている。金万願に対抗するため一行は協力することを決めた。さらなる手がかりを見つけるため、何がしは烏丸七郎と最初に出会った場所であるバー眠り姫にもう一度行くことを決意した。前回はこの烏丸七郎に偽の情報をつかまされちゃってたんでしたね。もう一回眠り姫に行きましょう。うん、かわいいね。癒しタイム。マーキングされちゃう。はい、眠り姫にやってきました。オーナー、酒を頼む。兄貴、もう一杯。めっちゃ飲んでる。兄貴、これ、刺激が足りないぜ。もっと、強いのをくれ。兄貴、もういいだろ。それ以上飲んだら危険だ。はあ、飲むしかないだろ。気持ちが沈んでるんだ。この探偵様が、貝拾いなんかに騙されるなんて。烏丸七郎か？あいつに騙された奴は多い。そうだ、ここの常連なんだろ？いつもはどこをほっつき歩いているのか知らないか？うん。もし知ってたら、とっくにつけの回収してるぜ。ああ、そうだ。前回あいつの酒代を払ってくれてありがとな。あんたの金は戻ったけどよ、俺は大損だぜ。心が痛むぜ。強いのをもう一杯くれ。もういいだろ。知らない奴も多いが、烏丸七郎と呉服屋の安こうや、窮地らしいぞ。七郎を探したいなら、そのこうって人を当たれって。保証はないがな。オーナー、ありがとよ。飲みすぎは体に良くない。前代のオーナーは客が飲みすぎで倒れて、豚箱行きになったんだ。俺は同じ過ちを犯したくない。守備はどう？苦肉の策だ。前に七郎の酒代を払ったおかげで、バーテンダーから手がかりを得た。やっぱりさっきのは焼け酒じゃなくて演技だったってことでいいんだよね。言ってたでしょ？いい案だって。それはどうも。頭痛が。ぶっ倒れる前に、呉服屋のコートやるに会いに行こう。はーい。怪しいメールを確認。新着メール。メールは届きましたか？天眼グローブを長年整備していなかったため、この機能の存在を忘れていました。そのため、私の判断で、あなたのメールボックスをグローブに接続しました。礼には及びません。きっと役に立つでしょう。ちなみに、呉服屋は、通りの路地にあります。聞き耳を立てたのではなく、システムの誤作動です。盗聴できるんだ。天眼からのメールだったみたいですね。メインクエスト以外にサイドクエストを受けることができます。クエスト報酬ね、結構役に立つっぽいので、まあ、ちょこちょこやっていきたいですね。動画に載せるのは、まあ、メインクエストだけになるかなと思いますが、このバーもいい感じに散らかってますね。こっちの席には行けないみたいです。では、ちょっと通りの名前ね、読めないんですけど、まあ、通りに行きましょうか。はい、ここにありますね。目的の通り、侵入しましょう。おかしいわね。真っ昼間なのに工場のゲートが閉まってる。帳面の捏造がバレて上から調査が入ったんだ。じゃあ従業員たちは？金万願が企業買収に介入している。奴に買収された企業は終わったも同然だから、従業員たちも大変だろうな。あそこに人がいる。話をしてくるわ。おい、そう慌てるな。待てって。何よ、あの態度。
私より若く見えるのに様付けで呼べだなんて。し、ここに何をしに来たか覚えてるか？呉服屋の従業員から情報を得ることだ。現時点の収穫は何だ？彼らは態度が悪い。もういい、ここで待ってろ。俺が聞いてくる。胡蝶は話し合いには向かないですね。コウっていう従業員を探してるんですけど、ボスに何の用だ？偽の身分でごまかす、デタラメを言って押し切る。え、この選択で何か変わるの？偽の身分でごまかす。出版社のものです。呉服屋の買収案件を調査してましてね。真相を公にしたいと思ってるんです。やっと気づいた奴がいたか。俺たちがいつも通りに作業してたら、突然機械を没収されちまったんだ。絶対怪しいぜ。必ず突き止めて、金マンガンの収穫を暴露してくれよ。ええ、もちろん。ですから、中に入れてください。取材許可書は？どこにやったっけ？申し訳ありません。今日は持ってきてないんです。でも、関係ないでしょう。報道には影響ありませんから。ダメだ。この件についてはボスから特に注意されてんだ。記者のふりをして他の目的がある輩かもしれないしな。とっつきにくいな。時間を無駄にしてしまった。この人には申し訳ないけど、天眼に教えてもらったあれを使おう。あ、ここで？ここでカードバトルになるわけ。あ、そうなんだ。この画面にて、今回のマインドブレイクに使用するデッキを選択できます。選択した後ブレイクをクリックするとマインドブレイクを開始できます。その他デッキ選択後に確認をするとデッキ構築を確認できる。どうしようか。じゃあ、胡蝶のデッキ使ってみる。注目。マークが付与されている場合、毎ターン終了時に蓄積数と同じ説得を受け、その後蓄積数が半分になる。まあやってみましょうか。連続説得と説得強化のコンボで大ダメージを与えるデッキやってみましょう。スリーブ選択、スリーブ赤でブレイク。はい。じゃあ相手のこのシンマ保湿、このシンマが場に存在するとき、心を閉ざした者とシンマが何がしの説得を受けると、何がしの精神力が3減少する。それ困った。精神力ってこれ？攻撃すると減っちゃうってこと？このシンマが場に存在するとき、単体をターゲットとする説得は必ずこのシンマを選択する。こいつ先に倒さなきゃいけないって感じなんだ。個室も倒したいですよね。復活まで5ターン、マジで。てかこいつヒットポイント20って多くない？レジスト使っといて、あ、でもこいつ、単体をターゲットとする説得だから、2回説得する場合は、心を閉ざした者は攻撃できません。あ、単体か。2回説得はダメなのか。こいつ、やるしか。あ、待って。精神力って体力のことか。そっか。体力のことか。だいぶダメージ受けちゃいました。やば。じゃ、こいつ倒さなきゃダメじゃんね。次の説得のカードの説得力がプラス2。で、個室。マジ？こいつ倒した後に個室やらないと永遠に攻撃するためにダメージ受け続けるの厳しすぎない？厳しすぎませんか？やばくない？もう半分ぐらい削れたんですけど。やば。これ使って攻撃力アップして個室を攻撃。回避。
このカードを使用する前に説得カードを使用するたび、カードのコストが下がる。回避ってもう完璧回避できるってこと？はい。回避 65% の確率で単体説得を無効する。 100% じゃないんだ。なるほど。あ、これ強そう。次に使用する説得カードの説得力プラス3、コストマイナス2。いや、これとランダムで7回説得、これでしょう。おお、あ、すごいすごい。もう倒せた。あ、こういうデッキなんだ。なるほどね。すごい。わかったって。知ってることは全部話す。ボスは今日労働組合の会議で忙しいんだ。組合の会議？この工場の現状について調べたんだろ。噂によっちゃ、社内の裏切り者のせいで破産になったらしい。だから、コウさんは組合会長として会議で状況を説明して、みんなを落ち着かせるつもりなんだ。確かに会議は必要だ。だからボスに会いたいなら早く行け。もう少ししたら会えなくなるかもしれないからな。あなたが組合会長のコウさんですね。お聞きしたいことがあるのですが、いいでしょうか。すまない。もうすぐ会議が始まるんだ。チチローという人物はご存知ですか？遠隔に言われてきたのか？協力してくれませんか？情報が必要なんです。お前は誰だ？錬成財閥を追っているものです。大胆な小僧だ。お前ごときが大財閥をどうするってんだ？どうにかするつもりはありません。財閥のボスである金マンガンを見つけられさえすれば十分です。知人が彼に用があるんです。どうして七郎を探してる？彼はおそらく唯一金マンガンに接触できる人物だからです。彼に頼らず、彼の考えを変えずして他に方法がありますか？少し待っていてくれ。バー眠り姫で会おう。おお、何か教えてくれるっぽい。では、またバーに向かいましょう。はい、またオーナーに。組合のボスが来るって言ってたけど遅すぎない？焦る必要はない。組合で立て込んでるんだろ。もし来なかったら？さあな。来てくれた。すまない、会議が長引いてしまった。気にしないで、きっと来てくれるって信じてた。めっちゃ疑ってたけどね。こちらのお嬢さんは？ポチョーって呼んで。あまり騒ぐな。彼女の目的も金マンガンです。いいだろう。簡潔に行こう。質問があるなら何でも聞いてくれ。力になろう。七郎は組合会の従業員をそそのかして会社の資金に手をつけさせたんですか？ああ、その件はだな。くれぐれも秘密にしといてくれよ。みんなの血と汗が詰まった金なんだ。もし他の奴らに知れたら大変なことになる。おじさん、知ってたならどうしてその二人をかばったの？あいつらがこうなってしまったのはあの金マンガンのせいだ。どういうわけかある日突然呉服屋に目をつけてきたんだ。最初は買収の話を持ち込んできたんだ。もちろん断ったさ。そしたら裏で動き出しやがった。まず同業界の小型企業を買収して俺たちと価格戦をし始めた。会社の株価はみるみる衰退していった。すると七郎から連絡が来てな。組合の金で他の株に投資するべきだとアドバイスしてきたんだ。そうすれば会社の危機を緩和できるとかなんとか。もちろん俺は断った。みんなの金でリスクのある投資なんてできねえからな。そうしたらあいつ、組合の若いのにつけ込んで。組合の若者は組合の金で儲けられたら会社の危機が緩和すると思い込んだんですね。おととい、二人は俺に全部白状してくれた。激怒したけど、もうやっちまったことだ。彼らはみんなに謝るべきだわ。それからはトントン拍子だ。すぐに帳面に審査が入って、捏造だのなんだのってイチャモンつけられて、機械まで没収されちまった。従業員たちは怒り心頭さ。もし今あの二人のことを話したら、
取り返しのつかないことになる。おじさん、いつかはその優しさで大損するよ。伍長、もういい。話を聞く限り、呉服屋がこうなってしまった原因は七郎ですね。でも七郎に背後で指示しているのはきっと金満眼だ。ああそうだ、七郎はそこまで悪いやつじゃない。まだ七郎の肩を持つの？彼の良し悪しはもういい。とにかく彼を探し出して金満眼との関係を調べなくては。そして金満眼の居場所を聞き出す。お二人さん、どうかこの件の解決を頼む。ええ、七郎は一体どこにいるんです？彼はかつて、もし投資話に乗る気になったら南第二区の裏庭に蘭の花が植えてある建物に来いと言ってた。3階長く、2階短くノックすればドアは開く。行きましょう。早く対策を考えるわよ。じゃあ俺たちはここで。待ってくれ。何？おじさん、話があるなら何でも言ってください。機会があるなら七郎と会わせてほしい。期待に添えるよう頑張ります。あのおじさんは七郎のことを心配している風ですね。正気からメールの返事が来た。深夜になったら一緒に七郎の家に行ってくれるってさ。やった。裏庭に行って七郎を捕まえる。じゃあその場所に移動しましょう。では裏庭という場所に行きましょう。空気がどんどん悪くなってる。ここに住んでる人、どんな身体構造をしてるのかしら。活気っていう缶を毎日2回吸ってるらしい。空気清浄会社はとっくに金満眼に買収されてる。総合政府をどう言いくるめたのかは不明だが、延命処置を商品化してしまったんだ。最も憎むべきは金満眼なのか、彼の背後の強化なのかわからないわね。強化は金満眼の貪欲を食うと同時に彼の貪欲を助長している。だが金満眼が貪欲でなければ強化が現れることもなかった。強化の話になった時だけ真面目に喋るようになるんだな。前回偽の住所をつかまされた小僧の居場所が分かったと言っていたが、また騙されたんじゃないだろうな。その話はもうよさないか。今回はきっと間違いない。蘭の花が植えてある建物。蘭の花、どこだ？こんにちは。この近所に蘭の花はありますか？あなた、どこかで会ったことがあるわね。めっちゃ怪しすぎるんですけど。あるわね。さあ、私のこと知らないの？あいにく。昨日来た人、あなたじゃないの？人違いだ。ここに来たのは初めて？ああ。さようなら。何だったんだろう今の。おかしな人だ。怖いよ。おかしな人ならここに来るまでたくさんあったでしょ？さっきの人の気配。はあ、あんたたちね、通りすがりの人に構ってる時間はないの。はいはい、蘭の花を探そう。なんだろう、さっきの人、強化の香りがするのかな？よどんだ空気に蘭の花を植えるなんて暇人。さっきの人が来た方向、あれは花か。そうそう、あれだわ。大立ち回りは見たくない。彼を野苑まで連れてこい。ノックは長めに3回、短めに2回だ。やっちゃうわよ。うん。おい、どうして戻ってきたんだ？奴はどうした？名探偵殿、どけ。エセ同士、ちょっと待ってよ。なあ、一体どうしたんだ？はあ、空き家だったわ。でも正気が強化の匂いを嗅ぎつけた。多分あそこには巣窟があって、七郎は中に隠れたみたい。隠れた？死ぬ気か？そう見えるけど、もし金満眼の背後にいる強化のドンが彼に特殊な権限を与えていたら。話はここまでね。正気と、に入って巣窟に入るわ。野苑で待ってて。わかった。くれぐれも気をつけろよ。そっか。巣窟に逃げた七郎が。で、ここを進んでいけば七郎がいるはず
というわけなんですね。了解しました。じゃあこの巣窟探索してみましょうか。まあ、ここも金マンガンの巣窟の一部を借り、あ、いたわ、早速。来るな。おえ。気をつけて。ここの強化は金マンガンの力の影響を受けてるかも。悪は必ず立つ。めっちゃ目が血走ってそうでしたけど。悪は立たないとね。はい、オートバトル、あ、使えるようになりましたね。オートバトル機能、じゃあ使ってみましょうか。オートバトルは T ボタン。あ、ちゃんといい感じにスキル使ってくれた気がしますね。デモ版遊んだ時回復もしてくれたかはちょっと覚えてないですけど、これは確かに快適。ちゃんとトラップも使ってくれましたね今。うん、あ、いい感じいい感じ。オートバトルめっちゃ使い勝手がいいです。思った通りの結果だ。ではこれを活用してガンガン進んでいきましょう。これは、はい、道が塞がれた。巣窟に意味不明な袋小路があるわけがない。この障害物を解除できる仕掛けがきっとどこかに存在するはずだ。こんなくだらない仕掛け、この挑戦をバカにするのね。仕掛けのスイッチっぽい、いかにも。アクション。で、どっしん。どっしんどっしんするやつね。こういう、ちょっとアクション。うわ、ビビビビビ。めっちゃ危なかった、今。はい。ねえ、死に顔、あいつ。あなたたち、ここまで追ってくるとは。さーて、おとなしくお縄についてもらおうか。うん、いい気になるなよ。これはそう簡単じゃない。なんとしても、逃げるつもり、やね。道は向こうにつながってる？じゃあ、あの上はきっと宝箱だな。行こう。変異モンスター。巣窟には変異モンスターが存在します。変異モンスターを撃破すると報酬がもらえます。やったー。ちょっと強いってことよね。じゃあ、これは、あ、ちょっとオートバトル。これで終わらせる。オートバトルオフにしてやってみましょうか。魚蝶使えないから、朝狩りを。こいつが強いやつだっけ？そっかそっか。雑魚倒せばよかったね。油断した。回復かな、そろそろ。まだまだ仕掛けは。ではキュアを使って一撃で足りないならもう一撃。じゃあ通常攻撃で朝狩り倒せるか。俺の命令を聞け。ナイス。くそ、どうすればいいの。そうだな、蝶の前トラップセットしときましょうか。これで終わらせる。で、朝狩り雑魚を倒しちゃって、あとはちょい強のやつだけですね。私のターンね。よし。そろそろ逃げないと。ああ、ちょい強と言ってもまあ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 。あれ、回復した。まあまあね。よし、やりました。なんかいいものを手に入れたかな。回復アイテムが手に入ってるのはちらっと見えたような気がする。そしてこの先にあるものは宝箱。武器をゲットしました。やりましたね。多分胡蝶の武器かな。武器庫、あ、そうですね、手に入れてたので装備しました。ナイスナイス。ここにまたスイッチらしきものが、ああ、これで仕掛けが作動するんだ。なるほどね。オッケーオッケー。任せろ。ここに回復があって、その敵、なんとなく強そうですよね。セーブポイントもありますし、セーブしておきましょう。
ではちょい強そうなこの敵やっていきましょうじゃないか。あの真ん中に心臓があるんですかね。黄昏の影、まずはトラップセット。これで終わらせる。でまあ取り巻きたちから倒していきましょうか。こいつ攻撃力アップ使ってきますからね。オッケーオッケー。ねバーサーク使ってくるから、じゃあもう普通に攻撃するか。はいオッケー。一撃で足りないならもう一撃だ。20点で確実に倒すか。ナイス。これ使わなくても倒せた気がする。あ、召喚マジで。どうすればいいの。あ、そう。じゃあ下がり片方だけ倒しときますか。片方だけ倒すとかできなかったわ。これ全部倒しちゃうな。あ、そう。真ん中狙いか。朝狩りはそんなに強くないから、朝狩り片方だけ残しとく方向にしましょうか。キュア回復と朝狩り、これで多分召喚はしてこないと思う。どうすればいいの。はい、ターゲット1体ですよね。はい、さらさら逃げないと。これで終わらせる。で20点。ライオン、作品を拝見させてもらおう。あと100攻撃アップ。私のターンね。でこれね、ターゲット1体と他のランダムターゲット1体に攻撃しちゃうんで、トラップセットしとこ。あの朝狩りを倒したくない。足りないならもう一撃。はい、魚長、俺の命令を聞け。もうちょいだよ。回復したいですね。あ、トラップセットしたら倒しちゃうことを忘れてました。キュア。これで終わらせる。おー、終わらせられるか。頼む。ナイスナイスナイス。このままじゃ倒しました。なんかいいもの手に入らなかった。あんたこんなとこに隠れるなんて。あんたたちがあの変な奴らを全部片付けたのか。一体どんな怪物だよあんたらは。つべこべうるさい、ついてきなさい。あ、無事に見つけました。